イペリオン準備完了よ。少佐たちの信号が来たらすぐに作戦を始めるわよ。その前にメイに伝えることがあるわ。あなたの心臓に取り付けられた爆弾の誘爆システムを解除したわよ。これで爆発することはなくなるけれど、第三律者の意識が覚醒を始めるわ。無理しないでちょうだい。まだあの力を完全に制御できないのだから。学園長、心配してくれてありがとうございます。テレサでいいわよ。今の私は天命に背いた反逆者よ。もう聖フレイヤ学園の学園長じゃないわ。ごめんなさい、私のわがままであなたたちまで巻き込んで。そんなことを言わないでください。天命を離れたとしてもあなたは私たちが尊敬する学園長です。2年前、律者である私をセーフレイヤ学園に迎え入れてくれたのはあなたです。あなたが私に居場所をくれました。あなたが。もう2年経ったのね。早いわね。私は体内にいる律者が私の周りの人を傷つけてしまうのではないかと恐れていました。でももう逃げたりはしません。この力で大切な人たちを守ります。メイ、話の途中に申し訳ないが、シールドに反応があったようだが、テスラ博士たちとの通信が途絶えてしまった。わかったわ。メイ、出撃の準備よ。作戦開始。